どうもおはようございますということで、今日は埼玉県テニス選手権、準々決勝を戦いに大宮谷公園また来ました。前回の動画2回戦だったんですけども、実はちょっと3回戦の動画撮れなくて、3回戦の方は26、76、32で相手がリタイアして、大激戦を勝利して準々決勝、進むことができました。正直ね、その試合僕も熱中症になって、対戦相手も足つって、本当にもう死闘だったんで、動画載せたかったんですけど、ちょっと載せられなかったんですけど、今日はそれよりいい試合を皆さんに見せていこうかなと思います。で、今日の対戦相手の選手は、前回この埼玉県テニス選手権で負けてる、選手なんですけども、クレバーというか、しこるところはしこってきて、で打つところはタイミング早く打ってきてみたいな、僕が目指してるテニスをしてる感じの選手なんですけども、前回ね、負けて相当悔しい思いをしたので、今日はそのリベンジをしようかなと思います。で、作戦としてはやっぱり僕の前回の、ね、試合だと僕のボールが浅くて先に叩かれちゃったのと、あとは前回のその試合した時ってやっぱ攻めパターンがなかなかなかったんで、今は結構前に出てボレーで決めたりとか、そういうプレーもできるようになってきてるんで、ちょっと進化した僕を出して、今日はしっかり勝ってリベンジしていこうかなと思うんで、ぜひ皆さん画面越しから応援よろしくお願い
わはい、
ッカーやべえな。
Oh.
はい、ということで、試合、16、5-7で敗退しました。正直今回の敗戦はすごい悔しくて、正直本当に優勝するつもりで僕いたんで、正直今、ショックを受けています。で、試合の反省をすると、やっぱり最初からちょっと僕の足が動いてなくて、やっぱ足が動いてないからチャンスボールも最初決まんなかったし、ボレーもフィニッシュできなかったんで、やっぱりその足が動かないっていうのが、今回の反省点でした。あとはやっぱり、自分が、もちろんね、攻めることはいいことなんですけども、ミスった時にやっぱりすごいネガティブになってしまったんですね。やっぱりネガティブになって、こう最初の方チャンスボールミスって、そのせいで後からもう3ゲーム以降とかのチャンスボールが来た時も、やばいこれまた打ったらミスるっていう気持ちになっちゃったし、そういう気持ちでもう1-6、セカンドセットも1-5まで行っちゃったんですけども、やっぱり応援してくれる、来てくれる人がやっぱいたんで、やっぱその人のたちの前でこのままじゃ終わるわけにいかないっていう気持ちで、最後、悪があがきじゃないですけど、最後ファイトして、まで追いつくことはできました。なのでやっぱり応援の、今日本当に応援に来ていただいた方には本当感謝しかないです。ただやっぱりあそこで、なんていうんですかね、やっぱ勝ち切る、ああいう展開から勝ち切るのがやっぱスターになる選手だと思うんで、そうですね、自分が、持ってなかったっていうところですかね。やっぱでもそこってやっぱりもう練習で埋めていくしかないと思うんで、正直今ショック受けてて、テニスを正直したくない気持ちなんですけども、やっぱ応援してくれる人がいるんで、このままじゃ終わるわけにはいかないんで、ちょっと休んでまた頑張っていこうかなと思うんで、ぜひ復活するんで応援よろしくお願いします。で、ここ最近ね、ちょっと仕事が正直忙しくて、ここが週に1回とかしか出せなかったんですけども、ここからバンバン試合また出ていくんで、投稿頻度も上げられるかなと思うんで、ぜひ皆さんチャンネル登録して、次の動画、待っててください。よろしくお願いします。ということで、今回皆さん、そして現地に来てくれた方も、熱い応援ありがとうございました。